です今日のテーマはスローセックス,ですの、ね、スローセックスについて、えー、とちょっと扱ってくださいっていうね聞きたいですとかそういうのご意見をいただいたので今日のテーマにしようと思いますね。でねスローセックスってあの私もね今まで1回しかしたことないんだけどちょっとあのその取り入れてみようって思って実,実際ね 体験してから配信しようと思って、体験してみました。で今日ちょっとその,ごあの感想をね、お話ししようと思うんだけど、そもそもスローセックスっていうのは、射、え、精、っと、を目的としないセックスっていうか、普通のセックスって、ま、普通のセックスってでもね、みんないろいろあると思うんだけど、大体ねあの、皆さんがしているセックスって、ま、前期があって挿入して、 でまあ、女性がその間にね行く人もいるし行かない人もいると思うんだけどある程度の快感を得てで、まあ、男性が射精して終わりっていう流れだと思うんだけど、あのー、別に挿入っていう流れがあってもいいんだけどでもまあその射精をすることを目的としないというか射精で終わりっていう感じじゃなくてとにかく前期に時間をかけてじっくりと愛し合ってでその先にまあ挿入があってもいいんだけど。 まあ、とにかくお互いが気持ちよくなって、まあ、スッと終わるみたいなそういう感じですねとにかくスローに楽しみましょうみたいな感じなんですけど実際ね私がやってみてスローセックスで良かったと思う点をまずねお話ししようと思います。良かったと思う点はね、あのー、新感覚だったやっぱこう前儀の時間っていうのをすっごいあの長くとるんで。 大体ね、1時間ぐらい。でも、私こういう時にね、なんていうの、そのスローセックスやり方みたいな感じで、めっちゃ調べたりとかして、で、なんかその書いてあることを覚えて、あ、これやったらこれやって、次こうするんだ、みたいな感じでやるの好きじゃないんですよ。なんかそういう風に覚えちゃって、それを取り入れようとすると、 なんていうのなんか次んだったっけとか、この後こうするんだっけとか、なんかね、こう余計なこと考えちゃってね、楽しめないし、集中できなくなっちゃうんで、こうなんか、とにかくじっくり、の、前儀に時間かけて、からの挿入ね、みたいな感じでね、まあ、事前打ち合わせをしてね。<laughs> あの、打ち割と打ち合わせするタイプなんで、それで、それから、あの、取り入れたんですけど、の、お互い、こう、んていうのかな、裸になって、 で、あの、じゃあ、イチャイチャ愛し合いましょうっていう感じにしなかったんですよ。のね、まず服着てる状態から結構イチャイチャして、で、そっから次、ま、下着になってイチャイチャして、で、裸になってイチャイチャしてみたいな、なんか前儀とか、愛部っていうよりは、本当になんかこう、もう二人でイチャイチャする時間みたいな感じでしたね。だから、なんかすごい、 愛が深まったっていう感じはしますね。愛が深まったし、仲良くなったっていう気がします。なんかね、なんていうのかな、こう、本当になんか高校生とかの時の、お互い大好きみたいな、<laughs> そういう時の感覚が戻ってきたみたいな、そういう感じですね。だからね、なんかその愛し合う気持ち的なつながりはすごく強くなれるっていうことを一つ感じました。 あとは、そのね、やっぱね、私ね、割とね、私はねの、すぐ入れたくなっちゃうタイプなんですよ。もう何よりも、やっぱ挿入が一番気持ちいいから、早く一番気持ちいいことしたくなっちゃうんですよね。だから、もう早く入れたいタイプなんだけど、でも、それができない、できないっていうか、早くそれしちゃいけないからね。だから、まあ、何人せよ、とにかく、まあ、1時間ぐらいは頑張ろうって。 言われて <laughs> 言われててもうなだめられでも私じらしにじらされた結果やっと挿入できたからその挿入した時の快感っていうのがもう普段の100倍ぐらいに感じた本当にだから挿入した時すっごい気持ちいいと思う男性も女性もだからね挿入の快感っていうのがすごく倍増するでそれってきっとその前の段階でお互いこうイチャイチャしたり ね、あの愛撫し合ったりとかキスし合ったりとかそういうのがあるから、ね、徐々にこう感度がねあの高まっていった結果っていうのもあると思うんだけど挿入のの快感感がすごいい倍増ししたたっていうのも感じましたねだからねとにかくこう気持ちのつながりが強くなったっていうのと挿入の快感が倍増したっていうのと 新感覚でしたね。じらしにじらされっていう感じ。新感覚だったっていう良かった点は3つですね。でよ、えっと、くなかった点っていうかもう改善点なのかなこれは次の課題になるのかもしれないけどよくなかった点としては、えっと、まず一つ目はとにかく時間が必要っていうところですよね。 時間を長く、あの、取ることと、あとはお互いこう気持ち的にも、他のことが気になってたら、やっぱじっくりその時間に集中することができないから、だから、あのー、時間が必要なのと、あと、その次の日の予定だったりとか、ね、仕事が朝早かったりとかすると、やっぱ、ね、あの、気が散っちゃったりとかもするから、その時間の確保が必要っていうのと、あとは、あのー、寒い。 <laughs> 寒かっただからねあのこれはねあの環境設定ですねこれ次の課題なんだけど私住んでるとこが寒いのでっていうのもあるんだけど寒いんですよ寒いとさやっぱなんかもうね早くしようってなっちゃうじゃんどうしても <laughs> だから、まあ、それでもねあの段をとってね寒いからじゃあ2人で布団かぶって布団の中でもぞもぞしたりとか。 っていう、まあ、それはそれでまた楽しいこともあるんだけどね、風邪ひいちゃったらいけないんで、時期的にはもうちょっと暖かい時がいいかなとか思ったりもしたんですけど、とにかくね、あの、まあ、部屋の温度をね、お互い裸でいても、なんか長時間気にならないようなね、あの、環境も大事だと思うし、うん、あとその、まあ、環境設定、時間、環境をっていうところかな、その辺をちょっとこう、 ねやっぱ時間が長くなる分、ちゃんとこうね、始まったら気が散らないように、ねそういうことが気にならないように、初めに準備しておくことも大事なのかなっていうふうに思いましたね。ということで、あの、やって、結果やってみてよかったと思います。だからまた3ヶ月後とかぐらいにやってみたらいいかなって思いますね。で、あの、 スローセックスやってみたんで、私次あのポリネシアンセックスに挑戦してみたいなと思って。ポリネシアンセックスって知ってますのね、もう究極です、これは。これは究極だと思う。なので次のテーマはポリネシアンセックスについてお話をしようと思うので、ぜひご覧ください。ということで今日は以上です。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。